どうしたんですか、そんなに慌てて。あ、赤くん、また未来からワープしてきたの？はい、愛に聞きたいことがあって。最近しれっとよく来るよね。デジャブごとよりどうしよう。だから、どうしたんです？これを見てほしいの。え、そんな急に心の準備が。いいから見て。このシャツとっても大事にしてたんだけど、お昼にカレーうどん食べちゃって。このシャツはルビーが愛の誕生日にプレゼントしたやつ。シミになっちゃうよね。どうしようどうしよう。世界に一枚しかないのに。ごめんねルビー。大丈夫です、ルビーならママって無理だね、大好きって許してくれますよ。本当？本当本当。よかった、安心したよ。アクア君の言葉は妙に説得力あるよね。そういえば、私の息子もアクアマリンっていう名前なんだよ。でも、帰っちゃったのか。ぐぬぬ、時間切れか。ぬね、またもや父親のことを聞き出せなかったアクアであった。